デイブ・パーナーは、アメリカ合衆国のソングライター、歌手、音楽プロデューサーで、オルタナティブロックのソウル・アサイラムのリードボーカルである。パーナーは、ウィスコンシン州、グリーンベイで生まれた。17歳の時に、ミネソタ州ミネアポリスへ移り、ドラムスの演奏を独学で学んだ。20歳の時に、ラウドファースト・ルールズという名のミネアポリスのパンクロックバンドに、ドラマーとして加入し、カール・ミュラー。 ダン・マーフィーと一緒に演奏した。パーナーはリズムギターとボーカル担当へ転向し、代わりにパッド・モーリーがドラマーとして加入した。モーリーは後にグランド・ヤングに交代し、バンドの名前はソウル・アサイラムへ変更した。何年間か合衆国内をツアーで回って一部の熱心なファンを獲得したが、商業的にはあまり成功しなかった。パーナーはバンドのソングライターを担当し、 1990年にはミネアポリスのメタルバンドのコープ・デ・グレースのアルバム、コープ・デ・グレースのプロデュースを務めた。ソウル・アサイラムは1992年にシングル、ランウェイ・トレーンを発表して劇的な成功を遂げ、続いてシングル、ブラック・ゴールドとアルバム、クレーブ・ダンサーズ・ユニオンもヒットした。バンドの知名度が向上したため、パーナーはポール・ウェスターバーグ、 ジェイソン・カラバン、マイク・ワット、ジオータム・ディフェンス、ビクトリア・ウィリアムスなど様々なジャンルのアーティストのアルバムにゲスト出演するようになった。また、ブロンドのボサボサのドレッドヘアであるパーナーが多く出演することでファンや評論家はグランジロックシーンと結びつけた。1999年までにソウル・アサイラムは3作のアルバムを発表して活動を休止した。しかし、 4年後にバンドは再結成し曲の制作を始めた。ベーシストのカール・ミュラーは2005年6月17日に食堂が2より42歳で死去した。ミュラーの死の翌年、ソウル・アサイラムはミュラーに捧げられたアルバムザ・シルバー・ライニングを発表した。このアルバムに収録された曲のおよそ半分はミュラーの演奏が使用された。ソウル・アサイラムはパーラー、ダン・マーフィー、 マイケル・ブランド、そして、ミューラーに代わって加入したトミー・スティンソンという新しいラインアップでツアーを行った。2012年7月17日にはアルバムディレイド・リアクションを発表した。パーナーは1994年の映画バックビートのサウンドトラックのために結成されたオールスターバンドのメンバーでもあった。また、ケビン・スミス監督の1997年の映画 チェイシング・エイミーの音楽をパーナーは担当した。2002年にはパーナーは最初のソロアルバムフェイセズネームズを発表した。さらにザ・ホールド・ステディが2006年に発表したアルバムボーイズガールズ・イン・アメリカの収録曲チル・アウト・テントにパーナーはゲストボーカルとして参加した。パーナーはルイジアナ州ニューオーリンズのバイウォーターで暮らしていて ニューオリンズにレコーディングスタジオを保有している。ありがとうございます。